みんな集まったな。決戦の時だ。敵の本拠地と思われるエリアが判明した。これまで世界各地に分散する形で隠され所在不明だったコズミックキューブがここに来てあるエリアに集結しつつあることがキューブの強いエネルギー反応で明らかになった。おそらくカインたちが企てている計画に必要なコズミックキューブが集まりもはや隠す意味もなくなったのだろう。つまりカインの計画は最終段階に来ているということだ。悟空、ルフィ、ナルトの行方はまだつかめていないが彼らを待っている猶予はない。今すぐ J フォース全戦力をもって攻撃をかける。目的地はニューヨークだ。すでに他のメンバーもニューヨークへと向かう。最終決戦、君の力を信じて、君が生み出す大きな力を、もう存分に解放するんだ。期待しているぞ。転送完了しました。来たか。見たい。食べ放題。皆さん、ここは通しませんよ。あなた方の命運はここで尽きるんです。Come on.
そこだ。これで終わりにしてやる。逃げろ。まともに受け止める勇気があるか。ファイナル。このまま終わらせるのは惜しい。ポグロさん、どこに行くんです？もう少し待とうと思った。真っ向からパワーをぶつけられる敵にそいつがなってくれる。さあさあ、ここで摘み取るのはもったいない。彼らはもっともっと美味しくなる。勝手な人たちですね。ですが、それは私も同じ。この星の生命体を根絶やしにするのに必要な手下たちも十分手に入れました。カインの利用価値もそろそろ。あなた方、命拾いしたようですね。引き上げるとしましょう。アンブラスベースより通信です。無事のようだな。急いでくれ。先に向かったメンバーたちがベノムズに押されている。平気か、お前たち。大丈夫です。平気です。このままではまずい。連戦でみんな限界が来ている。おい、アサ。だから平気です。アサ。来てくれたか。Oh!
者だ。逃げろ。螺旋丸。これは。ソン、無事だったか。ああ、心配かけたな。あの後、三人で踏ん張ってもうちょっとで切り抜けられそうだったんだけどよ、カインが持ってた黒い本の力でジャンプ世界に飛ばされちまったんだ。苦労したようだな。だが戻ってくれて助かった。ちょっと見ねえうちにずいぶんたくましくなったんじゃねえか。長い間留守にしまって悪かったってばよ。ここからは俺たちも一緒だ。まずはこいつらを片付けるぞ。ソン、助かったぞ。だが、これで終わりではないぞ。カインの計画を止めねばならん。何を止めるだと？貴様は！また会ったな。だが、今回で最後のようだ。ガレ。何かしら？俺はこいつらの相手です。そう、お前は計画を進めておけ。分かった。ジャンプ世界です。現実世界は破壊された。もはや手遅れ。どんなに抗おうと現実世界もう元の姿に戻りはしない。結局おめえは何をしてんだ。ただ叩けてんなら、オラが相手してやっから、この世界を壊すなんてやめろ。それは無理。俺が望む戦いの先に破壊や造、そう、世界を作り変えるための糧となるのだ。回りくどい言い方すんな。壊してえだけなんだろ。だったらそう言え。確かにそうだ。そうなのかもしれない。もはや俺にとってこの世界は無意味だ。
正義などというくだらんものを信じたせいで全てを失った。あの時から世界の意味も違った。作り上がったとそれは変わらない。そうか、俺は壊したいんだ、この腐りきった世界を。ただただ壊したい。お前のやりてえことは分かった。だったら俺たちがそれを止める。さあ来い。行くぞ。感動的な最終回だったよ。長官、なんでここに？なぜだ、話が違うぞ。もともとこれは私のものだよ。カイン、お前は全く滑稽だな。そしてもう用済みだ。長官、何してんだ。どういうことだってばよ。おめえ、オラたちの味方じゃねえんか。誰なんだお前。そう、名は必要だ。
るし。ジョーカー、何ふざけてるんだってばよ。そう思いたいのはわかるが、これは現実だ。少しは疑わなかった。私がなぜアンブラスを知り得たのか、なぜアンブラスにベースキャンプを準備できたのか、答えは当然だ。私がアンブラスの昔からの住人だからだよ。騙したのか。見ていて飽きなかったぞ。家族を失い絶望の淵にいるお前が闇に染まっていくその様は、時に己の行動が正しいのかと苦悩し、かすかな光を求めようともしたが、結局は己を呪い、他者を呪い、目の前に広がる世界の全てを呪い、闇に取り込まれることを選んだ。いや、もはやそこに意志などなかった。お前はただ委ねた。全てを闇に。お前もなのか。哀れな。プロメテウス、無事かしら。無論だ、ガレナ。こやつらのことは任せた。邪魔されぬよう足止めを。いいわ、任せ。私がまとめて遊んであげる。世界が終わる。逃げんのか。止まれ。あら、女を蹴れるようになったの。いいことを教えてあげる。今この世界のあちこちで私のレプリカたちが暴れているわ。今さらなんでそんなことすんだ。あなたたちを試している。世界はもうすぐ滅び、みんな死ぬけれど、あなたたちは見捨てられる。レプリカたちの中に私も紛れているわ。本物の私を見つけられるかしら。それじゃあゲームスタート。アンブラスベースより通信です。みんな、ナビゲーターからの通信で長官のこと、ガレナの目録について聞いた。長官のことはまだ信じられない。しかし今はうろたえてる場合じゃない。ガレナの言っていたことは本当だ。世界各地であの女のレプリカが暴れ、多数の被害が出ている。今まで召喚、プロメテウスの計画を阻止することに全戦力を集中させるしかないかもしれない。何言ってんだお前。そうだってばよ。しかしじゃねえぞ。プロメテウスの計画も止めて、世界のみんなも救えばいいだけだろう。な、みんな、そうだよな。あなたたちは、わかりました。では作戦を練ります。ひとまずベースキャンプに戻ってください。ガレナのレプリカが暴れているエリアは今伝えた通りだ。早速チームに分かれて向かうってばよ。いっちょやってみっか。ああ、俺たちが全部止めてやる。